リアルパンチャー筐体。リアルパンチャーとは、台東が1994年に販売したゲームセンター向けのアーケードゲーム。筐体の打撃目標を殴ることで、その強さを測定するパンチングゲーム。前作、ソニック・ブラストマンのゲーム性を継承し、安全性の向上と新たなモードを搭載した。デモ画面で、ブラストマン・リターンズと表示されていることから、ブラストニットも呼ばれている。 前作同様、今回もスーパーソニックブラスト漫画主人公でストーリーを進める。前作との変更点は、怪我防止のため的が軽くなったこと。そして CCD カメラが搭載され、プレイ前に筐体付属のカメラで顔写真を撮る。また通常の対戦モードが搭載され、二人でパンチ力を競うことができるようになった。本作では三つのモードで遊ぶことができる。 前作、ソニックブラストマン同様、プレイヤーが3発殴り、ミッションを達成させるゲーム。3発の合計値がクリアに必要なノルマを超えていれば、ステージクリアとなる。本作でもステージは5つあり、プレイヤーは難易度に応じて選択することができる。本作初登場。通常のストーリーモードに入る前に、筐体に付属されているカメラで顔写真を撮影し、 そこで撮影された画像が悪役の顔として使用されるモードである。自分の顔や友人の顔を撮影し、ボコボコに殴るといった遊び方ができる。なお顔写真を撮影しゲーム中で使用する以外は通常の悪い奴を倒すゲームと同様の遊び方である。本作初登場。二人分のお金を投入することで二人対戦ができる。ゲーム開始前に、 それぞれの顔写真を撮影し、プレイヤーが交互にひたすら殴りまくるというゲームである。お金を入れると、筐体の打撃目標でもあるパットが起き上がる。プレイヤーは筐体付属のグローブでパットを殴ると、その強さがスコアとして表示される。本作でも高いパンチ力を出した場合、ランキングに記録される。単発最高値と合計最高値のベスト5がデモ画面にて流れるが、 電源を切るとリセットされてしまう。なお、ここで算出されるスコアは、実際のパンチの重さとは異なりパッドが倒れる、際の速度によって計測されている。よって力さえあれば高いスコアが出るのではなく、慣れやコツなどが上達の近道でもある。本作では、コイン投入後すぐに注意事項のテロップが流れる。グローブをつけてください。パッドはまっすぐ中心を殴ってくださいといった表示と、 共に、フックではなく、ストレートで殴ることをお願いするアニメーションが流れる。これは、前作で危険な遊び方をするプレイヤーが多かったことから注意告知を強化した。本作では、難易度別に5つのステージが用意されている。なお、顔を撮影するゲームを選択した場合、ステージのシチュエーションはそのままで、悪役の顔の部分だけ撮影した画像に入れ替わっている。 1>, 1、成金野郎が商談に来た。3発殴って倒せ商談に来た。成金野郎相手にバトル。ノルマを超えれば、成金野郎を追い出し、超えられないと、ブラストマンは服を奪われ裸にされる。クリアノルマ270マウント。2、暴走族が女性を襲っている。3発殴って倒せ。暴走族が鉄棒を振り回して襲いかかってくる。ノルマを超えられないと、 鉄棒でボコボコにされてしまう。クリアノルマ310マウント。3奇怪なロボットが街で暴れている。3発殴って倒せ。クリアノルマを超えられないと、奇怪なロボットに足で踏みつぶされ、ペラペラになってしまう。逆にノルマを超えると、ロボットの爆発で街が壊滅する。クリアノルマ360マウント。4大怪獣ガメゴンが現る。3発殴って倒せ。 クリアノルマを超えると怪獣を焼いてブラストマンが食べてしまう。クリアノルマ410マウント。5アンドロイドが侵略してきた。3発殴って倒せ。クリアノルマを超えられないと大量のアンドロイドによって侵略されてしまう。クリアノルマ430マウント。発売から相当時間が経っているため、最新ゲームなどを取り扱ったゲームセンターなどではまず見かけない。 このゲームは国道沿いなどの比較的店内が広いロードサイド型店舗やレジャーランド、地方のボーリング場やバッティングセンターなどでたまに見かける。またアメリカやヨーロッパなどの海外のゲームセンターでも設置されている。このゲームは発売から年月が経っているため、すでに対等による故障時の部品交換のサービスを終了している。よって故障していてもそのままであったり、 グローブやパッドがボロボロの店も存在する。こうしたメンテナンスの差により、店舗によってはスコアが出やすかったり出にくいといった一貫性のない測定ゲームとなりつつある。ありがとうございます。